方、冨安健洋さんアーセナル対談の可能性が浮上。イングランド、プレミアリーグのアーセナルが、今夏の移籍期間で日本代表 DF 冨安健洋、25歳、を売却する可能性があると、A サッカーサイトのフットボール、トランスファーが13日までに報じた。同サイトは、適切なオファーが届けば、アーセナルは夏の移籍期間で冨安の売却を考える可能性がある、と指摘。サウジアラビアのクラブのほか、古巣のイタリア一部ボローニャも獲得を希望していたという。ボローニャについては、アーセナルへの加入が決まったイタリア代表 DF リッカルド、カラフィオーリ、22、の移籍交渉の際に、トレードとして冨安を譲渡するオプションの議題に上がったという。しかしフットボール、トランスファーは、カラフィオーリの移籍金の半分は、彼の前所属先であるスイス一部 FC バーゼルに渡る契約になっていたため、冨安との交換トレードは実現しなかった、とし、冨安が今夏の移籍期間にアーセナルを離れる可能性があったと伝えた。膝の怪我で離脱中の冨安について、ミケル、アルテタ監督は、数週間かかる、とし、復帰が8月下旬になる見通しを述べているが、同サイトは復帰が9月になる見通しと報じた。さらに、冨安の獲得を希望するクラブにとって障害になるのは、彼が怪我でさらに1ヶ月プレーできないこと。冨安の故障歴はアーセナルのファンにとって悲観的なもので、将来について疑問符がつき始めた理由の一つ、フィットネスの問題は、将来有望なキャリアの妨げになっている、と指摘。続けて、カラフィオーリの加入で、アーセナルは DF を一人放出しようとしている。アーセナルでの彼の時間は終わるかもしれない、とし、冨安の状況が厳しくなっていると報じた。スペランカーすぎるからな。現地サポーターも日本のファンもさすがに擁護できなくなってる。アーセナルにいてほしいけど納得の理由すぎるからな。怪我多すぎて無理。年俸30億円コースだろこれ。25でサウジかよ。てかまだ25なのがびっくりだわ。マジで見た目30オーバーじゃない？まともに稼働しないからな。さすがにまだサウジでは見たくないぞ。サウジはスペでもいいのか。なんであんな怪我するんだよ。ユーネクスト涙目。一番なんでだよって思っただろうな。怪我で心折れてたらせめて金だけでもって気持ちになるかもしれんな。町田出番やぞ。ありえそうで怖い。町田じゃなくてもまだ J には戻ってこないでくれ。プレシーズン前に怪我はさすがに印象悪かったか。ボローニャにトレード要因で提案したけど断られたらしいな。ユーネクストもせっかく放映権取ったのに遠藤も冨安もいなくなったらきついな。かわいそすぎる。サイドバックでスペとか論外なんだよな。センターバック一本でキャリア形成すべきだったな。さすがに怪我多すぎてな能力はあってもいい選手とは言えんわ。アーセナルはこの手の選手なれっこかもしれんが。両ふくらはぎ、両ハム漏れなく怪我歴そして今度は膝怪我のデパートだな。センターバックで出場できるとこに一刻も早く移籍すべきだな。サリバとガブリエウがいるアーセナルでは無理だからな。アーセナル冨安怪我バイエルン伊藤怪我リバプール遠藤構想外ブライトン三笘怪我明けられある久保ザコパレスカマダザコ。海外サッカー見る気がうせるわ。怪我で計算できないから監督は使いづらいわな。日本人サポーターに一番批判されてた伊藤博樹が知らないうちに日本人最高キャリアに上り詰めてて草。冨は明らかに CB の選手なのに SB で使い続けた結果、アーセナルから出れば怪我もしなくなる可能性。サウジなんか行ったらもう引退と同じ。今回紹介した記事や引用した内容については、概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。